卸したての靴。その輝きを持続させるには最初のお手入れが肝心です。新しい靴にまず靴クリームを塗ります。クリームの塗膜がほこり、汚れから靴を守ります。靴クリームを靴全体になじませるためにブラッシングを行います。塗りムラがないように均一に素早くかけるのがポイントです。ブラッシングだけでもツヤは出ますが、さらに布で磨くことでツヤの中に細かいキメが現れます。仕上げに防水スプレーをかけます。最後にレザーソールにミンクオイルを塗って革に柔軟性を与え傷めにくくします。新しい靴を履く前にこの一手間をかけることで、これからの靴のお手入れが楽になります。一日中履いていた靴にはホコリなどの汚れが表面に付着しています。まずブラシで表面のホコリを落とします。指に布を巻いて比較用クリーナーで靴の汚れを落とします。光沢の落ちなどが気になった場合は靴クリームを塗ります。色は靴と同色か薄い色のクリームを使います。同じ靴を連続して履くのは避け、1日履いたら次の日は休ませてください。キーパーを入れると型崩れを補正し、靴のダメージが軽減します。雨の日は出かける前に防水スプレーをかけてください。比較自体は水に強い素材ですが、防水することで内部への浸透を防ぎます。雨で靴が濡れた場合は内部に乾燥剤を入れて水気を取り除きます。ない場合は布または新聞紙等を詰めてください。詰めた布や新聞紙は定期的に取り替えます。新聞はインキの移りを防ぐためにティッシュなどの無地の紙で包みます。内部の水気がなくなったら、型崩れを防ぐためにキーパーを入れ、風通しの良い日陰に干して完全に乾かしてください。乾燥後に靴クリームを塗り、雨で失われた油分を補充してください。おろしたての輝きを失わないためにも、週に一度は本格的なお手入れを行ってください。まず靴全体の汚れやホコリをブラシで落としてください。普段行わないアイレット周りやコバ部分も入念にブラッシングします。次にクリーナーで表面の汚れや古いクリームを落とします。クリーナーは直接比較につけないで布に取ってから使用します。
シミや色落ちを予防するためにも、見えない部分で試してから行ってください。小さな面積ごとに円を描くようにして丁寧に落としていきます。汚れを落とすときは指2本をクロスで巻くと力が分散し効果的に拭くことができます。部分的な汚れ落としが終わったら、靴全体にクリーナーを塗り伸ばします。クリーナーが1箇所に偏らないように手の動きを速くします。次に靴クリームを塗ります。クリームの使用量は1足につき約 1g、 小豆の大きさです。靴全体に塗り伸ばすようにして塗ってください。指2本をクロスで巻き、指の腹を使って力を入れすぎないように塗ります。靴クリームをなじませるためにブラッシングを行うと効果的です。使用するブラシはクリームの色によって使い分けてください。コバの色が薄くなってきたら専用の補色液を塗って色を補います。最後に防水スプレーをかけます。20センチほど離し、円を描くようにしてまんべんなくスプレーします。靴のお手入れには高度なテクニックを用いることで、より個性的に仕上げる方法があります。つま先にさらなる光沢を与えるハイシャイン仕上げ、クリームで磨いた後に缶入り油性ポリッシュをその部分に塗り、乾燥後柔らかな布で磨き込んでください。革靴に上質な個性を与えるアンチック仕上げ、革表面に濃淡のカラーリングをしている仕上げ靴の場合はニュートラルのクリームで磨いてください。革靴は素材の種類によってお手入れ方法が異なります。スウェードを代表とする起毛革は汚れがつきやすく、色もくすみやすい素材です。こまめなお手入れを心がけてください。まずスウェードブラシで毛足の中のホコリや土を丁寧に取り除きます。部分的に落ちにくい汚れは固形タイプのクリーナーで丁寧に取り除きます。補色と防水効果を兼ねたスウェード用のカラースプレーで毛足を保護します。
仕上げにブラッシングをし、毛足を整えます。輝く足元は上質な大人を一層引き立たせます。お気に入りの靴で歩く大切なその時のために、ぜひ今回ご紹介したシューズケアを実践してください。